オースティン・トーマス・スレーターは、アメリカ合衆国フロリダ州、デュバル郡ジャクソンビル出身のプロ野球選手。ウトを右打ち、MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属。2011年の MLB ドラフト44巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名されたが、この時は入団せずに、スタンフォード大学へ進学した。2014年の MLB ドラフト8巡目で、 サンフランシスコジャイアンツから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグジャイアンツで、プロデビュー。A-9、セイ,イコールカイザー・ボルケーノズでもプレーし、2球団合計で31試合に出場して打率。346、日本類が25打点、7盗塁を記録した。2015年は、A 級サンロゼジャイアンツと A 級リッチモンド。 フライングスクールエルズでプレイし、2球団合計で114試合に出場して打率。294、3本塁打、47打点、5盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2016年は A 級リッチモンドとトリプル A 級、サクラメントリバーキャッツでプレイし、2球団合計で109試合に出場して打率。 308,18本塁打、67打点、8盗塁を記録した。2017年は開幕をトリプル A 級サクラメントで迎えた。6月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のフィラデルフィアフィリーズ戦にて8番右翼手で先発出場してメジャーデビューを果たすと、この試合で初安打と初打点を記録した。 このシーズンはメジャーで34試合に出場し、打率28、282、3本塁打、16打点、出塁率、339を記録した。2018年は74試合に出場して打率、251、1本塁打、23打点、出塁率、333を記録した。2019年は68試合に出場して打率、 238、個23本塁打21打点、出塁率、333を記録した。2020年は、左翼手や右翼手として出場していたが、8月13日に肘の痛みを覚え、15日のオークランドアスレチックス戦からは、このシーズンのみ、ナショナルリーグに導入された、指名打者での出場が続いた。しかし、8月21日の、 アリゾナダイヤモンドバックス戦の走塁の際に違和感を覚え交代し MRI 検査を行ったところ左素形部に歪みが見つかり故障者リスト入りした21日の時点で打率3424本塁打6打点リーグトップとなる6盗塁出塁率458を記録していたが復帰後は月間打率194と大きく 成績を落とした。また、前述の肘の影響もあり、復帰後も、代打と代走を除くすべてで、指名打者での出場となった。このシーズンは怪我の影響もあり、試合数の減少もある中で、全60試合中31試合に出場して打率28、282、五本塁打七打点、リーグ1位となる八盗塁、出塁率、四百八を記録した。オフに、 右腕の覆筋筋に多血小板血症治療を行った。ありがとうございます。